こんにちは、しばどでーす。今日はスタジオ来てまーす。以前ですね、しばどチャンネルの方で上げているスーパーオーバードライブと OD3 の鳴らし比べ検証動画第2弾スタジオ編マーシャル編になりまーす。まあ、以前ね、マイクロキューブで家で鳴らした感じの動画をアップさせていただいたんですけれども、今日はですね、スタジオに来てこのマーシャルの JCM900 でですね、SD1 と OD3 を試してみたいと思います。まあ初期、中期に関してはヒデさんは OD1 でですね、ずっと歪み、ブーストかけておりましたので、まあそういった感じでちょっとブースト音の違いだったりとか、あとクランチ音の違いをですね、やってみたいと思います。使用するギターはこちらです。ですね、ピックアップはギブソンのが両方ともついております。なのでまあまあパワーはあるかなというところですね。では早速弾いていきたいと思います。安直はこんな感じです。SD1 を全て12時で鳴らしてみたいと思います。いい歪みですね。じゃ OD3、 いいですね。 OD3 です。 SD1、 まあ、コードジャラーンってやった時はあんまり大差がないかなと思ったんですけれども、こうやってちょっと刻むと今 SD1 ですね。厚さがやっぱ違うなと、 OD3 の方が厚いなっていう感じがしますね。続いてアンプの方で若干歪ませます。というような感じのアンプ直の音ですね、今。で、SD1 いきます。クラッと。ドライブ感っすね。今は全部フラットですからね。この OD3 かっこいいっすよね。まあ普通にかっこいいっすよね、どっちも。ちょっとね、ドライブを上げましょうかね。ドライブをフルにしてみましょうか。SD1 のドライブフル。お、いいっすね、いいっすね。次、OD3 のドライブ。やっぱね、ちょっと進化した感ありますよね、OD3 の方が。ちょっと SD1 もう一度いきまーす。OD3 いきまーす。
いいですね。という風な感じですね。やはり小さいアンプ、マイクロアンプキューブで鳴らした時もそうでしたけれども、OD3 の方がやっぱりちょっと厚みがあるなという感じですね。今 SD。開放弦も結構ズンズンきますよね。今 SD1 です。やっぱり暑いなという感じがしますね。という感じになりました。いかがでしたでしょうか。 OD3 SD1 ですね。やはり見た目そっくりな2つなんですけれども、音は全然違うっていうのは分かっていただけましたでしょうか。まあ、家で検証した感じとあんまり違いはなかったんですけれども、 OD3 の方がやはり重めに歪むという感じですね。重圧感というか、まあ重さがすごいありましたね。まあこれは好みなんでしょうけどね。クランチ音はやっぱり SD1 はすごいかっこいいですよね。まあ、どちらもそれぞれに良さがあるという感じで、まあヒデさんコピーするには、まあ、どちらでもいいかなと、好みでお選びいただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。